チンドキはバスク山脈のアララール山地にある山。行政的にはスペインバスク州ギプスコア県ゴイエリ群に位置する標高1346メートル。かつてはラルナリ、またはニャニャリと呼ばれていたが近くにあるいくつかの羊飼いの小屋に由来するチンドキという名称が定着した。その形状からバスクのマッターホルンと呼ばれることがある。 アスク山脈アララール山地の生誕に喫立しており、容易に認識できる形状からゴイエリダニの象徴となっている。アメスケタの町の南に位置しており、山麓には農場家屋が点在している。アララール山地のギプスコア県側にある多くの山と同じく山体の大部分は森に覆われていない。北斜面の急斜面とムイツェダニは、沈土木で最も自然がそのまま残っている部分である。 頂上付近はほぼ丸裸の岩からなり、北斜面も南斜面も岩が露出した、石灰岩の頂上部ではっきりと区切られている。両線は東西に伸びている。頂上付近の急斜面はロッククライミングに人気がある。もっとも人気のある登山口はアバルチスケタのラライツ地区である。トロサの南にあるアレジアからギプスコア剣道 GI-3670。 合線を南に進み、途中で GI-2133 合線へと移ると、約15分でラライツ地区に到着する。アレジアの代わりに、オルディシアから GI-2311 合線に入ってもほぼ同じ時間でラライツ地区に到着することができる。アレジアやオルディシアはいずれもギップスコア圏の主要な道路である国道 N-1 合線沿いにある町で、ある。 ラライツ地区は標高403メートル地点にあるピクニックエリアであり、農場家屋を改装した2軒のカフェレストラン17世紀に建設されたラライツ修道院などがある。穏やかな野原に囲まれており、チンドキの山頂までの登山口となっている。ラライツ地区の他には、6つ江谷を起点とする登山道もある。晴れた日には、チンドキの山頂からアララル山地全体や、 ギプスコア県全体を見渡すことができる。山頂には小さな記念碑が置かれており、ハイカーのための郵便ポストが設置されている。毎年5月1日には牛の群れがラライツ地区に集まり、10月まで人土器山毒にある高地の草原で過ごす。2008年には1万8000頭の羊650頭のヒンバ700頭の牛の季節移動が予定された。 新時山独の自然豊かな環境では、取引者などの伝統音楽コンサートや、公共イベントなど、数々の行事が開催されており、シドラ、チーズ、工芸品など、地元製品の露店が出る。毎年6月29日の聖ペトロの日には、大規模かつ、人気のある宗教的祭礼が、ラライチ修道院で取り行われる。ありがとうございます。